なんだこれ。再登場だな。小池が作ってきた詩にインスパイアされて龍介のやつが作ったんだよ。すげえ前向きな小池らしい歌だと思うぜ。そうか。でもなんで斉藤さんが歌ってるの？なんとなく一皮むけるってとこは気に入ったぜ。スリップアウトって今の状況から抜け出すっていうか、良くしていこうっていうか、まあそんな詩にしてみたんだ。I love being wrapped with warmness more than anything. 本当に人生って何が起こるかわからない。やっぱり人手はすごいね。ほんと、音もすごく良かったし。おい、打ち上げ人手と一緒だぞ。うちらも最初のグレートフルサウンドにオーディションで出たんだよ。でっけえステージですげえ緊張したよ。俺も今緊張のピークですよ。いいか、あそこはリハなしのぶっつけ本番だから一曲目は捨てることだね。どっちにしろあんたらなんて出場する全94バンドの中で最低のポテンシャルなんだし。おい、さっきからそこの龍介くんだっけ。無然として聞いてるけど、うちらに対してなんか文句あるわけ？湯豆腐食べます。はぁ、ここ一押しのメニューです。あっちいな、こら。おい、ガキ、なるためにしろって。なめてんのか。じゃあ危ない。さあ、他のお客さんに迷惑だ。お前ら出てけ。おい小雪、顔大丈夫か？もう平気だよ、結構猫パンチだったしね。これで人手との対話はもうねえだろうな。龍介くんがピリピリしてる理由っていうか、気持ちは俺にもわかるけど、俺は不安や緊張と同じくらい今ワクワクしてるんだ。遅えな、小雪のやつ。リュースケ、グッラック。 Bring this charm with you。 ごめん、薬や予定で遅れちゃった。本当にもう。 Thank you、 ばあちゃん。寝てていいんだぞ。おう、大丈夫。佐久も小雪も千葉も昨日の夜は全く眠れなかったらしいぞ。俺もそうだよ。
よく寝た。俺もちょっと寝た。え、太郎くん、それってだって俺も昨日は寝てないもん。ここで俺たちが、お前ミーティング聞いてねえの？ここはベルアームフィーチャリングヨシトが演奏する2万人は入るメインステージだ。他に1万6000人入るセカンドステージ、1万2000のサードステージがある。3つのステージで同時に演奏が行われるんだよ。それぞれのステージは歩いて移動するんだ。だいたい10分くらい歩く感じだ。ねえ、それじゃ行こうぜ。おー、ここセカンドステージにはヒップホップのマルコムが出る。全米で2000万枚以上のセールスを誇る化け物だね。じゃあ俺たちのサードステージに行くぞ。少し休みませんか？可愛い道だね。なあ、俺らのステージ遠くねえ。ここが俺たちの出るサードステージ。3つの中で一番小さい1万2000人収容のステージだ。おーい、小雪。でもここまで無名の俺たちを何人の人が見に来てくれるのかな。腹減った。なんか食いて。これ母さんが作ってくれたおにぎり、みんなで食べてって。ほほー、うめえ。これ小雪の母ちゃんのおにぎりだぜ。ああ。ごめん、ここ何日か食いも受け付けねえんだ。小雪、サク、すまん、ちょっと話してみ。レオン・サイクスが俺たちのグレートフルサウンド出場に対して出した条件は、今後ベックがリリースする5枚の CD の権利、そして奴がブッキングするツアーとプロモーションに無償で出ることだ。それってレオン・サイクスの全面バックアップで俺たち有名になれるってこと？バカ、あいつが俺たちみたいな無名のバンドを売り出すのに金を使うわけないだろ。俺の罪だ。ギターと犬を盗んだ代償だ。